はい、三国ヶ丘駅ですね。ここも初めてなんですけども、どっちや、あ、またしても餃子の話終わる。てんのかな、さっきのところでも全然熊取よりもはるかにとこやん。人口あるだけでも違いますもんね。あめっちゃ倒れてるやん。てんの、うわ、全然にぎわい、寒い。お寿司屋さんもやってますね。見てしまうぐらいなんかちょっと高め。おお、ベトナム料理、ベトナムの人は旧正月やからあんまり関係ないのか。大阪のあちこちにあるジャンボ総本店、最近はあの切符の自販機も増えましたね。お正月じゃなければ結構賑やかなとこなんかもしれんっていうか、賑やかですね。全然いけるわ。三国庵とかいう居酒屋もありますしね、今閉まってるけど。電池がないんで、電池がちょっと右、あーこっちか、
とね、 GoPro の電池がかなり低下してるんですよね。4割切ってるんで、意外に、まあでも大体1時間ぐらいなんかな、電池の持ちが。何やあれ、電話ボックスの上に変なボックスが。いい、もう仁徳天皇陵、仁徳天皇はよく聞くけど実際にそばに行ったことはないっていう。大阪人でもなかなか行かんですよ。こっちやこっちやんね。うわ、古墳という喫茶店が、これ渡れんの？いやー、なんか戻んの嫌やな。いやでも先かなり渡れなそう。いやー、えらいとこ。いやー、もう戻るか。なんなんやここ。どうなんでしょうね、南大阪人にとっての古墳って。わ、大吉やこれ。そもそも古墳って近寄って見るとかできるのかな、上から見ないと。うわ、まだ自転車、風強すぎるやろ、もう飛んでいきそうや。あの山が古墳。なんですかね、ちょっと適当に曲がってみるか。なんかでかい家ばっかりですね。で、古墳の近くってちょっと価値高かったですね。おお仁徳天皇陵の周りにもなんか古墳があるみたいですね。あ、これ、え、これなんかめちゃくちゃちょっといい住宅地や。どうなってんねん。え、古墳の近くってステータスなのか。え、これ、うわ
いやいや、そうやなって感じやけど、結構でかいな。結構というかかなりでかいな。これ電池持つのか。一応一周チャレンジしてみますか。いや、まあ全くあの鍵穴みたいな形を実感はできないんですけど、なんか速攻退屈になってきた。いや、道はおしゃれですけどね、思いのほか。なんか、うわ、文化住宅がある。めっちゃ昭和やな、ここだけ。つまんなくない。めちゃくちゃまっすぐやな、仁徳天皇陵は。うわー、公明党が強いんか。さすがやで。いやうわー、これは何の教会。天理教か。なるほど。やっぱり天皇陵の近くは宗教が盛んなんですかね。うわー、まっすぐやな。自治会館やけに立派。立派っていうか門松だけね。盛んやな。もう踏切がある街いいですね。実際はイライラするけど、家の近所が踏切だとイライラする。うわうわ、もうどうも。いや、もうと一強と言ってもこの時点でいいんじゃないかなって。
文化住宅、重いのが多い。文化住宅街と豪邸とエリアとか共存してる感じなのかな。僕が住んでるとこもそうですけどね。もちろん僕の住んでる家は貧民側というか、その周り豪邸結構あるんですけど、その隙間に生えてる長屋ですね。残念なことに豪邸側やったらよかったんですけど。おお、これってやっぱり入れないやつですけどね。橋とかないよね。あったらびっくりするわ。許可の管理者って宮内庁か。いや、これ見に来ましたとか見たっちゃ見たけど、わ、カモいっぱいやん。うわ、何や、五稜郭みたいにタワーとかないんですかね、有料で。あんまり観光地としても押したくない感じなのかな。ああ、なかなか。いや、でもひたすらまっすぐ歩いてるだけ。これは柿側の、あ、またや。もうなんかカウントするまでもない感じが。なんか反対側回ったら、また、あれ、いきなり、共産党一色になったりとか、そういうのがないんですかね。おぉ。一応渡れるやつあるんですけども、めちゃくちゃ門になってる。まあ、立ち入ったら逮捕とかそういう感じなんですかね。夜中とか。あ、これが、一応角が鍵のケツの部分かな。配ってますもんね。あ、来た方向が丸い側なんでしょうな。いや、でも片側来るのに結構かかったぞ。10分以上かかったんじゃない。公園すごい。なんか散歩コースとしてはすごい整備されてますけど見ても仕方ない。また歩いて、あれですかね、サイズを実感するのが。実感しに来るっていうのは、まあ、やれること、体験っていうか。まあまあ、これだけ見たら大阪城の内堀、本丸の
お堀ぐ、お堀、いや、それよりか小さいかな。あんま覚えてないな、大阪城も。もうトントン行ってませんので。いかんとな、たまには。ケツの部分誰でも結構長いぞ。さっきのケツの部分やと思ったら、ケツの部分じゃなかったら怖いですね。今まで最初歩いてたこれケツで、これがあの側面の部分やったらとんでもないサイズですよね。いやでもどうなんやろ、違うとは違うって言い切れる材料がない。いやでも長いぞこれは。いや、相当長い。え、あ、え、今どこ？さすがにケツの部分、ここですよね。ケツの部分ですよね。いや、でも、長いなぁ。不安なんですけど。おおおお、ワンちゃんですね。あれ、建物とかあんねや。何の建物？まっすぐやんけ。あ、入れんの？え、ここでやっと真ん中か。どっからスタートしたんやろ。あ、鳥居がある。わけわからん。ああ、ここまでは行ってもよろしいと。ってこう来たら近寄んなみたいな読まされるっていう。いや電池、あ、電池やばい一周持たない。一周持たない。ここで終わったらなさい。一周回れなかったっていうのだけが残る。巨大すぎて、半分か。いや、終わったところで終わりっていうことで、ちょっと頑張ってみようかなと思います。行けるとこまで。まあ、僕はカメラ切れてもそのままほぼ一周はするんでしょうけど、今更戻ったら一緒ですからね。もう後戻りできないとこまで。でもでかいなこれ。いや、でかさが思い知りましたわもう一回確認しとこう。ですよね。
腹立つぐらいでかいなこれ。今2時ですね。2時14分。あれもしや違うかな。なんかその展望台とかじゃないか。いやどうなんやろ。ないとは言えんもんな。あれも古墳でしたっけ。古墳の可能性ありますね。なんか周りにボコボコあるみたいなんで。いやでも発掘調査も何もできずに仁徳天皇陵って言い張ってる巨大な何かっていう、なんともモヤモヤするスポットではありますけど、でね、覆い隠されてるようになってて何も見えませんしね。まあ見えても土でしょうけどね。ああケツの部分早く終われ、終わってくれ。いや散歩にはいいと思いますよ。散歩にはうん気持ちいいっちゃ気持ちいいんですけど、いやまあそんなもんか。これ一周回ったらまあまあええ運動したわっていう。やけにウォーキングとかジョギングみたいな人出会いますもんね。なってんねやろな近所では。仁徳って1年は仁徳天皇陵3周とか。2年は玉広い、あ逆か。えここで曲がるんやな。 2.5 キロなんでお地蔵さんがこのとこにポツッと。あれかな、あれも古墳ですよねきっとね。もうなんか古墳慣れしてきましたよ。いやバッテリーとの勝負スリルあんな。いや無理な気がするけど、道館山古墳っていうのか。学校でなると興奮ってやつやな。こっち側も完全に公園なんですね。向こう側はお家のとこでした、住宅地でしたけど。散歩コースとしては優秀やな。なんかお正月から仁徳天皇陵回ってたらめちゃくちゃ熱心な人みたいに思えますけども、全然そんなことはなく、だから近いやんっていう理由だけで来てしまいました。ちょっと腹立ってるぐらいではありますね。やっちゃったかな、すごい。
ちいち号チェックして150メートルしか進んでないと。やっぱりボタンは絶対バッテリー、これで150メートルでしょ。わあ、終わる、さよなら、言っとく今のうちに。ああ、もう終わったか。